みなさん、こんにちは。サリーチャナシホと、キミとコちゃんです。はい、というわけで今回はね、船橋にあるギガダイソーみたいな大きいダイソーがあるんです。日本一のね、大きなダイソーがあるんですけど、いや、6階だよ、6階建てのね、ダイソーがあるんですけど、今回はそこに行ってね、めちゃくちゃ大量に買ってきたので、今回は紹介していきたいと思います。大量に買って破れたもん。今回は家族で普通に買い物してたら1万円、約1万円いってしまったというね、そう感じです。家族でじゃあ何を1万円買ったのかっていうのを、はい、じゃあ紹介しようかなと思います。なのでね、はい、あの本当日常的なものばかりかと思うのですが、そうですね、そうですね、なのであのさっさとさっさと数多いのでやっていきたいと思います。はい、めっちゃ飽きるの楽しみにしてたんです。はい、早速やっていきます。はい、じゃあその大きい袋からいってみましょうか。それでちょっとね、はい、ぐちゃぐちゃにもう入っちゃってるので、はい、もうジャンル問わずもう入ってるものから、だから突然化粧品が出てきたり、突然お菓子が出てきたり、突然雑貨が出てきたり、もうすごいかもしれないんですけど、お許しください。はい、それでは行きたいと思います。はい、まず一つ目がこちらの靴べらです。こちら私が買いました。なんかこれ立って履けるっていいなと思って。なんか最近靴がうまくね、スッていかないんでしょ。いかないんです。なので買いました。はい、はい、じゃあじゃんじゃん行きますよ。次にね、こちらのこれはね、絆創膏です。これは家で保管するようです。次にね、こちらのリビのお絵描きセット、これなんか削るとカラフルなね、絵が出てくるやつで、これ100均に、ね、めちゃくちゃアートなんです。あったんだよね、100均にね。そう、スクラッチアート、これは好きだもんね。リビが好きそうなやつですね。はい、次にこちらのポーチです。ママが買いました。ママが買いました。ママね、ポーチがね、ちょっとね、口紅がなんか一つ蓋が開いててね、超汚れちゃって落ちなくて欲しかったそうです。なのでもう100均で買いました。次にこちら、こちらもママです。ティッシュかな、今流行ってるらしいです、これ。あ、そう、ここにつけてる。みんなそう、ピンとかさ、つけたりしてるじゃん。で、なんかこのティッシュがすごい大きさが大きくて、でもちゃんと中にも絵が描いてあるっていうことで、なんか SNS でね、なんか流行ってたかったので1個買ってみました。はい、次に、ごめん、引っかかりました。次にね、こちらのスリッパです。こちらもごもごですっごい可愛いので買いました。でもこれ100円じゃなかったね。こちらなんと300円でした。でもね、可愛いね。可愛いです。次にね、こちらの三段引き出しケース、こちらママが買いました。はい、衣装ね、2個持ってて使ってて、ママも欲しいなということで買いました。はい、めっちゃピンとする。ママもね、持ってるんだけど。そうなの、うん、ハンコとかね、大事なものとかちょっと入れたりするけど。あ、リミも持ってみんな持ってるかな。これもママが買いました。こちらママが買いました。こちらもメイク道具入れだそうです。でもメイク道具入れるかどうかわかんないですけどね。あ、そうなの。なんか何にでも使えそうじゃない、立てるやつ。次にね、こちらの、じゃん、こちら。これ探してたんですけど。これはしほちゃんです。しほのです。コスメケース。あ、かわいい。これ、リミが、くまちゃんかわいいって言って。これ、お皿のとこにあって、これお皿なんだよね。そう、お皿でね、なんかね、めちゃくちゃアニマルプレートって言って、かわいいんで。朝ごはんにパンとか食べる時とかがいいかな。またまたケース。あれ、これもう一つあったかも。こちらのメイクブラシスタンドです。まあね、メイク入れるかどうかわかんないけど、なんか使えそうなので買いました。次にね、こちらの、うん、じゃーん、塩が大好き、オレオ。はい、オレオめっちゃ可愛くない？可愛いよね、可愛いね。インテリアとして飾っても可愛いと思います。おすすめです。食べ物はインテリアになりません。なります。賞味期限があるからダメです。あ、あ、そうそうそう、この辺はね、この辺は私のね、傷、そうそうそう、ガーゼとか包帯とか、そう、これを前あの動画で言ってた、このそう、めっちゃいいんです、これこれひっつく包帯、テープなくてもひっつくやつ、肌に優しい、くっつく
なんとか包帯なんとか包帯、言っていいとか言われには読めない並んでないんだもん。どれ？宿命。宿命？新宿でしょ。あ、新宿包帯。宿命、いいね、宿命包帯新宿包帯です、はい、これね、でもね、1回でね、1個使っちゃうので、で使い切りだね、もうね。1回取っちゃうともうヨレヨレになって使えないから。使えないんです。そうするとコスパ的にはまあいいとは言えないかもしれない。1回使い切り100円だからね。はい、まあいいや、はい、次にリミが買ったこのキュウリのくるくる、これ試してみたいね。リミ好きだもんね、こういうのね。キュウリにして。今日キュウリないんだよね、この前食べちゃった全部。あるはい、次にこちらの白黒のおもちゃ、こちらね、そうそうそう、この前にいたのがなんかあのこういうね、ロープ状のやつがあったんですけど、あのコロンたちがね、もう噛み切っても糸が出てきちゃって、糸出てきちゃって捨てちゃったんです。壊れちゃって、なので新しいのを買いました。大好きなんだもんね、これね。次いきます。あれちょうだい。あ、次にちょっと、次にちょっと割れ物なんですけど、開けてみます。まあ私たちは知ってるんだけど、じゃん、こちらの花瓶でございます。こちら何に使うか、あと、どんどん後でのお楽しみです。まだ出てこないのね。まだ出てこないのでね。じゃあ出てきたら多分ね、一緒に紹介します。後にね、ようやくなんで買ったか分かると思います。うんうん、最近しようなんか滑舌が悪い。滑舌悪い。次にね、あ、ごめんなさい。あ、これね、これはママが買いました、ハンガーです。これね、すごいね、あのいいんですよ。スカートとか、まあ、ズボンとかかけるやつなんだけど、ここにね、はい、滑り止めがついてて、はい、なんか落ちないんです。で、しかも2個ついてて100円。これなんかね、 YouTuber のね、女の方とかすごくいいとか聞いあの見て、で買ったら本当に良かったです。なので、はい、ママが5個買いました。でも結構ね、売ってないんですよ、なかなか ね結構売ってなくて、やっと見つけて5個買いました。はい。あ、次にこちらのねふわふわうんちということで、ママがね買ったそうなんですけど、ママ私が今度ね企画でこれを出すのでチェックしておいてください。なんか自分でね、DIY できそうだからね。そうなんです。はい、ということで次にね、こちらのランチョーマットを買いました。2枚ですね、ショーとリミで。あの、私ね、ずっとお盆だったんですけど、なんか食べるのを楽しくしたいと思って、こちらの赤を選びました。なんか食欲上がりそうじゃん。なんか赤って、ね、赤を見て食べるとね、食欲上がるんだって。そうなの？だからスシローのね、座席も赤なんだって。スシローの座席赤だったっけ？だからこれを見ると水色なかった、赤しかなかった。赤と白黒とかしかなかったから、一番鮮やかで見ると食欲が出る赤にしました。はい、今度これが登場してルーティーンとか出てくるかもしれない。多分出てきます。皆さんチェックしてくださいね。次にね、私が食べたかったこのね、黒い豚カレーうどんです。ひょうちゃんの好きなカレーとうどんがミックスになっている、この最強。そうそう、私カレーうどん好きなんですそう、カレーうどん大好きで、これも大きいバージョンよく食べてたんですけど、おにぎりのお供にいいって書いてあったので買いました美味しそうですね。あとね、こちら企画でね買ったものと塩コショウ。我が家はね、この塩コショウすごく使ってて、めっちゃ使ってるんですこれ。大好きなんです、このガーリック入り、粒ガーリック入りって書いてあって、これがまたいい味を出してくれて。そうなんです、すごいリピートしてるよね。でね、これ詰め替えもあるんだけど、ちょっとね、ずっと詰め替えしてたら蓋がね壊れて閉まんなくなっちゃったので、今回はね容器ごと買いました。はい、じゃあ次もう一つの袋に行きたいと思います。もう一つっていうか、いっぱい袋あるんだけどね。いっぱいあったんですよねこちらはニット帽子ですね。上にね、リボンがついてて、ね、可愛いと思って買いました。すごい可愛い。ママが選びました。で、こちら100円ではなく200円です。可愛くない？めっちゃ可愛いよね。200円にしたら安い。リミ、帽子これ可愛くない？可愛くない？可愛くない？なんか上の前さ、なんか、あ、可愛いよ。良くない？可愛くない？可愛い。200円でお手頃です。帽子、20色あ、そうね、
たまにさ、黒い洋服着た時とかさ、こういうの合うかなと思って。結構ダイソーさんで毎年なんか買ってて、買ってるんです。前までこうふわふわのリボンがついてたりするのを買ってたんですけど、はい、今年はこのなんか違うのがあったので、シンプルがいいよ、やっぱり。そう、シンプル。これね、結構使えるんですよ。ちょっと寒いなっていう時にね、車とかに入れとくと。あ、次にこちらの金魚すくい、これリミちゃんが買いました。久しぶりにやりたいということでね、はい、もう一旦ね、お風呂のおもちゃ全部捨てちゃったんですよね。そう、カビるんです。そうなんです。なので一回捨てちゃって、なんかまたやりたいってことで買いました。はい、次にね、こちらのポーチ、こちらもまたママさんですね。そうですね。何そのポーチ、逆じゃない、こうじゃない、あ、こうなの、そうか。こうですね。こちらも化粧ポーチって書いてありますが、何を入れるんですかね。何入れようか分かんないけど、ま、でもなんか可愛いから、ね、旅行とかでもね、使えるね。こちらにお値段200円です。ねえねえ、昨日がおもちゃで買える。ほんとつい、あ、遊んでるおもちゃで、うん、ついに来ました。じゃん、こちらのお花です。ようやくわかったでしょう、なんでカビ。こんな感じでね、あの机に飾りたいと思って買いました。最近私ママ化してるんです。そう、ママ結構こういうの置くの好きで。そう、パパの家もあればママの家もある。そりゃそうでしょ。リミはこういうの目覚めないけどね、うん、めっちゃ日常品ですけど、はい、すいません。もうちょっとどうですか。あ、靴下、私たちの家族は100均で靴下を買います。っていうかね、やっぱね、学校とかはもう黒い靴下がいいんですよ、ママとかみんなね。うん、靴下、もうね、靴下が汚れて真っ黒になるのは嫌、落ちないの本当イライラするんで、はいはいはい、学校は本当黒です。ねえねえ、そっちのが噛んで、また出てきた。本当、もう壊した、壊した。すごいな、待ってね、靴下3足でしょ。うん、あと2足と、あ、ま、待って2足と一足なので、合計で結構買ったよね。でも今日に買いたから、ほんと11足ぐらい買いました。あ、そう、ちょっとね、何個か抜けてるかもしれない、使っちゃったりして。そう、今日履いてるんです。でそうね、これね、先がね、こう跡がつきにくいって言って、すごくね、なんだろう、跡つかないからね、お気に入りなんだよね。これ履きやすいです。みんなお気に入りなので、で、ママとかしーちゃんとかも足のサイズ変わらないので、一緒なんです。みんなほとんど一緒のサイズなんで、一緒なんです。あとこの、あとこのね、このね、これ可愛いよね、このふわふわついてんの。待って、見えないわ。ここにふわふわついてて、めちゃくちゃ可愛いんです。こうしたら見える。こうしたら、この先にファーがついて、可愛いよね、これね。これ結構またリピだよね。一回買っててすごく良かったからリピ。そう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 。あ、違う色も買ったんだよね。今まで黒しかなくて。そう。あとこれね。あ、それはね。これね、白とかもあったので、うん、色違い版。こちらも前買ってたんです。良、うん、かったので。うん、まあ別にでも100均だけで買うわけじゃないからけどね。でも翔ちゃんはね、シンプルが大好きで、なんかワンポイントも嫌だとかいうね、感じなんですよ、最近ね、うん、なので本当無地です。本当にずっと無地だから、はい、で100均が結構好きです、我が家は。なんか気軽に履けるというか、なんとなく確かに、ね、そうです、うん、はい、靴下でした。はい、次にゴムです。やしほちゃんに買いました。次に、なんとかリング。あ、これパパかな。パパがいびきの、なんかこれ、そう、なんか挑戦してみたいらしくて買ってましたね、うん、あ、またまたなんとかテープ、こちらもいびき用。あー、なんかね、使ってみてどうなるかな。ね、そうですね、パパのいびきが。パパの、あとこちら、リミちゃんの入浴剤。間違えました。ほんとだ、クマちゃん。あ、入浴剤だって、うん、入浴剤。はい、久しぶりこういうの見たんだね。いや、久しぶり。次にこちらのウエストポーチ。ウエストポーチ、うん、あ、そうだね。っていうか、ここにかけられるやつ、うん、ウエストバッグって書いてある。ウエストポーチで、これはリミちゃん用に、勧めました。なんかね、100円だっけ、これ200円300円300円か。で、
すごい軽いんですよ。やっぱそうなんだろう、100均に売ってるだけあって、まあ変な言い方すればちょっとチャッチーみたいな感じで、すごい軽くてリミちゃんにはぴったりなんですよ。リミちゃんあんまね、こう最近バッグを持たなくて重いっていうことで、でもこのバッグはすごい軽くていいんです。で何いいで携帯とかだけポンってね、 YouTube とか見るときとかに車で、あ、うん、持っていくようにいいかなと思ってこれを勧めて買ったんですけど、はい、うん、次があります。次があります。でこっちの方がいいということで、一応こっちも、でも絶対手に持つとママは忘れちゃう、どっか置いちゃったりとかするかなと思って、こんな感じね。でもこれの方が良かったんでしょ、うん、こっちの方が。でもこっちもさ絶対楽だよ、肩にかけられるから。それあのでね、こちら両方とも300円で、こっちがウエストバッグで、こっちがトライアングルバッグでした。トライアングルバッグって言うんだ、かっこいい。かっこいいぐらい、ほら、うん、確かに。でもトライアングル次にこちらのね、スケッチブック、ほら、リミちゃんです。お絵かき好きだね。最近ある約束をして、それのために買ったみたいです。まあそのある約束は今度後にちょっと発表するかもしれないですけど、超面白いんだけど。はい、次行きましょう、うん、こちらもスケッチブック、はい、スクラップブック、はい、次にこちらも折り紙。あ、この折り紙明日持ってくんだよね、学校に。あ、そうなの。忘れないよ、じゃあそれ別に出しとこうか、リミちゃん。これリミちゃん明日学校で使うそうです。次にこちら、今大好きのティッシュ。お花が赤いと困りますっていう書いてあるからね。赤いと困るよね。柔らかいのかな、うん、初めてだね、これ買ってみたのね。そう、柔らかいのいっぱいあるんだけど、100均これは初めてだったので買いました。本当に困るんです、本当に困る。すごい花かもしれない、しーちゃんね。そうなんです、それでもでもみんな知ってるよ、よくしほりみチャンネルを見てくれる人はしほちゃんがすごい花がかむんだっていうのは分かってるね。次にね、コスメ系いきます。あとはコスメ系かな。そうですね、多分細かいものがそこに入ってる。まずブラシ、あ、ブラシじゃなかった。この辺、これユーアーグラムだよね。はい、そうです。で、ま、読み方間違ってたらすみません。ユーアーグラムは全部ママが買いましたね。すごいね、なんか100均でいいって聞いたんですよ。はい。で、なんかこのアイブロウペンシルとか、なんかこのブラシとか、ブラシです、すごくいいって聞いたので買ってみました。はい。でね、やっぱ化粧コスメって使ってみないとわからないんで、とりあえずね買って使ってみようかなと思って。まだあるかも、しーちゃん、ママが買ったユーアークだ。あ、これはね、なんかミキポンさんとか使ってて、へー。で、なんかでもさすがにママにはちょっとピンクでギラギラすぎるから、しほちゃんにどうって言ったら、じゃあしほちゃんがつけてみるっていうことで買いました。はい、ママに、うん、詰めてもらいます。あとはしほちゃんかな、ね、それ何ですか。チークです。チーク買ったの。この色可愛かったんで買いました、はい、で、あとイヤリング。お、二色、同じ形？そう。へえ、可愛い。可愛いので買いました。金と銀だから何でも合うね。うん。次にね、こちらのなんかすごい寒色系のマニキュアだね。そう、こちらのね、三種類のマニキュアです。こちら冬になんかいいかなと思って。わかる？うん。雪。あえて寒い色。あえて寒い。そう。なるほど。いいでしょ？うん。寒そう、手が。ヒューって。今日も先生に手さ、あの冷たいなって言われた。そう、翔ちゃん手冷たいんだよね体温が低いの。あ、ラスト、こちらの、これね、炭酸、炭酸をって書いてあるよ。そう、なんかね、すごいこれ使ってみたくて、なんか洗顔料みたいなんだけど、もう出すと泡になってんだって。よくさ、洗顔料ってこうさ、ホイップルンとかでさ、泡立てるじゃん。でもこれなんか、手間いらずワンプッシュでモコモコ炭酸泡が出てきますって書いてあるの。なんかすごいなんか売れてるっぽかったので、試しに買ってみようかなと思って。うん、もちろん300円なんですけど、ちょっと試そうと思って買ってみました。はい、しょうちゃんも使いましょう。以上です
まあね、中にはちょっとパパがね買ったやつとか持ってっちゃったとか使っちゃったってのもあるんですよ。靴下ね、今日も入ってます。靴下とあとなんだっけ、パパなんか歯間ブラシとか言ってたの。でも恥ずかしいからね、それは紹介しないんですけど、うん、はい、取れるね、こんな感じ。あ、そうそう、あと綿棒ね、黒い綿棒が好きなんです、パパ。パパ綿棒大好きで、百均と必ず買ってない綿棒。耳かき本当好きなんです。あ、そうそう、耳かき、耳掃除が大好きなんですよ、パパね。耳掃除グッズをいつも買う、き、なんか買うって感じだよね。パパイコール耳掃除。はい、こんな感じで、はい、めっちゃね、ちょっと日常品が混じってて、文房具とか一切ないっていう、珍しくない？文房具一切ない、今日、今回。ないよね。はい、ないです。ないよね、文房具じゃないよね。ないです。うん、お菓子、食べ物とか、あと。あ、でもこれ文房具じゃない？あ、まあどっちかというと文房具だけど、そうだね、でもまあ遊び系じゃない、それ。あれはスケッチブック。あ、そっか、スケッチブック、こう文房具に入るのか、これ。折り紙は、あ、折り紙も、そっかそっか。でも少なめですね。リミちゃんだね、買ったの。しほちゃんがちょっとやっぱね、こうコスメ系に手をちょっと出してきたとか、ね、この花瓶とか、うん、私が一番買ってよかったと思うものを参考にしてみてください。いきますよ、うん、これめちゃくちゃ買っていいと思ったので買ってみてください。レイちゃん、なんか買ってみてほしいとかあります？リミが今回買ったもので一番良かったのは何ですか？これだよね、絶対ね。これこれと、もう一個どれだっけ、これでしょう、このスケッチね。これ楽しみだよね、やるのね。今やろうかな今やんの。ぜひ参考にしてみてください。それではバイバーイ。やろ、めちゃくちゃ参考に なりますこれお願いします。はい、バイバーイ。グミペア。 Sunday